テント広場の訴訟がありました。経産省と国がテント広場からの立ち退きと、それから巨額の損害賠償請求を、この正清さんと、それから淵上さんと、この2人にしている訴訟です。で、今日は大変なことがありました。それは何かというとですね、この人がいわば第一被告なんですが、この人を特定する写真、でその写真が全ての訴状の根幹になっているわけですが、この人とこの人を完全に取り違えたということです。で、前代未聞の取り違え訴訟です。で、皆さんの手元で一番よくわかるのは写真の2です。添付写真の2を見てください。で、この 2でですね、この立って演説しているのがですね、この淵上さんですね。で、これ他は全部お面かぶされてるんですよ。マスキング、文字通りマスキングされていて、この人が淵上、これは争いないんですけど、この人とこの人間違えて、この写真ちょっと腕組んでみて、これがこの人だって分かるでしょ。この写真を、この人を正清さんと特定しちゃったんですよ。で、それで訴状を仕上げちゃったわけ。それからもう一つ、今度は写真の添付写真の1見てください。今度は鉢巻きで横向いてください。鉢巻きで横向いて、この写真がですね、この写真です。わかりますね。 A さんと正清さんを完全に間違えてる。から3枚目、これ瀬戸内寂聴さんも一緒に出た時の記者会見の時なんですけど、今度帽子かぶってこれはっと、はい、これそっくりです。そっくりって当たり前なんですけどこの人が正清さんとされてるんですけど、この人は正清さんではなくて、この人が正清さんで、要するに3枚証拠、はっきりした証拠写真って3枚しかないんですけど、これ全部完全に間違えた。星取り表っていうのがあって、誰が何日にこう来てるっていう、証拠があるんですね。原告はこういう証拠を出してきてるんです。淵上太郎は何月何日に来た来ない、それから正清太一は何月何日に来た来ないって、こう星取り表みたいのを作ってるんですね。それからあとその他はですね、文字通りその他大勢的扱いで A から O まで、でも A から O まであたかも特定できるような感じでですね、この人は来た来ないっていう、こういう表を作ってるんです。こういう表を作ってるんですね。で、だけど少なくとも正清に関するものは全く間違いだ。で、現にですね、正清さんが自分で手帳でチェックしたら大幅に違ってる。それも違うんだよ。で、ましてですね、そこから A から O でその他大勢扱いされてる人たちの、その A さんがいつ出たかっていう記録がこうあるわけだけど、それが正確であるというような担保は全くないという、そういう状態になった。だから写真もいい加減だし、これもいい加減だろう。で、まあ、こっちの方は何でやってるかというとですね、監視カメラでやってるんですけど、監視カメラっていうのはご存知のように解像度がすごく悪いんですね。だからその正確性については非常に疑問だということでございます。で、しかもこれは単に証拠の問題ではなくて、これをもとにですね、訴状を書いてるんですね。訴状にはですね、訴状は例えば正清は蒸気テント一針を設置したものであるがって書いたんですけど、この人を見てそう言ってんですよ。被告正清は現在においても淵上さんと共に本件土地部分に本件各テントを設置するなどして、その占有を継続していることは明らかであるって、こうだから、この裁判の要件事実は所有権、国に所有権があること、それから被告が占有していることっていう、もうそれだけで要件事実なんですけど、その後の部分がですね、全く違ってる。だから占有していない人、
で、この人が占有しているのにこの人が占有していると間違って訴状を書いちゃったということでですね、これは単に証拠の問題じゃなくてこの訴訟の、根幹に関わる問題だということで、今日は法廷でこの2人を並べて、これ違うでしょっていうことを裁判長と相手の原告代理人によく説明をしたら、説明して、で私は最後に結論として、こんな根本的なことが違ってんだから、もう訴えを取り下げろっていうことを要求しました。で、原告代理人は多分今日初めて知ったんだろうと思いますけど、動揺を隠して、じゃあ次回までに検討しますと言って、裁判所は、僕の方は、取り下げも含めて、よく検討しろと。で、その人違いですから訴状を全部書き換えなきゃなんないんですよね。で少なくとも正清さんに対する裁判は完全な誤認訴訟ですから、取り下げるか、どうですかね、本来は取り下げなきゃいけない。ざっと一口言えると約180日のうちで100日来たことになってるんですけど、実際には絶対に私が来てないということははっきりしてるのが20件。それから、もうちょっとはっきりしないんだけども多分来てないよというのが約やっぱり20件ぐらいあります。で、したがってこういうのも実はこの次の段階では訴訟の問題としては当然出てくると思います。いずれにしてもとにかく お前たちはしょっちゅう来てやってるんじゃないかということを言いたいためにそういう形で使われているということですから、内容的な問題はもうめちゃくちゃですよね。この裁判のやっぱり根幹はやはりですね、誰が誰を訴えたかということなんですね。で、2人という限定したのも非常に問題があって、つまりこういう星取り表でも見たように、それからテント実際に行けばですね、何十人の人たち交代で毎週ですね、夜も泊まるという体制で維持しているわけで、でそう考えたら2人に特定するというのはもうまずそこで基本的な矛盾があるわけですよ。にもかかわらずその2人がですね、1人が全くまた取り違えるというようなことで、この何て言うんですか、誰が誰を訴えるのかということ自体に対してね、ものすごい粗雑であるし無責任である。でこれ明らかな不当訴訟で、正清さんからするとですね、それはいわば迷惑な話で、場合によっては損害賠償請求もあり得るような、そういう事案かと思います。以上です。